旭川空港のある町東神楽町です。今コロナの影響で旭川空港非常に大変なイメージになっています。でもこれからですね、やはりこの開けた時には多くの人たちに来てほしいなというふうに思ってますし、また地元の人もですね、空港あるいはこの東神楽町をですね、ぜひご利用いただければと思います。これからもまた元気になって頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは絵図面、私たちも毎回出させていただいておりますし、今回も応援します。よろしくお願いします。